お疲れ様です、鈴木です。この番組はですね、宣伝プロデューサーの鈴木がですね、アイデアとクリエイティブでね、まあなんとか平日昼間をね、どうやって、自分でやりたいことをやって過ごしていこうかということを一緒に考えていく、まあそういった実験コミュニティ番組でございます。今日のテーマは何かっていうと、コーヒーメーカーを買ったっていうのはお送りしたいような気がするんですけど、コーヒーメーカーでなかなか上手に美味しいコーヒーが入れられないっていうか、自分の好みのコーヒーが入れられないっていうので何日間か困ってたんですけど、やっと、自分なりの、まあ、これでようやくいつもの味になったっていうので、鈴木がいつも飲んでいるコーヒーの味を再現する方法っていうのをやっていきたいと思います。まずこの象印の安いECTD40 コーヒー2っていう、3000いくらで買えてしまう、やつを、買いました。で、いつもはハンドドリップで入れてたんですけど、やっぱりそれの方が蒸らす時間があるから美味しいんですよ。で、コーヒーメーカーは、その蒸らす時間がないから、1杯だけ入れるっていうのは、なんかこう、味が薄く出ちゃうっていうか、なんだろうね、ふくよかな味が出ないっていうので、まあ、ちょっと俺の好みとは違うと。で、いろいろちょっと検討した結果、こうやって入れたらいいんだっていうのを、ちょっとやってみて、だいぶうまくいったから、それについて今日紹介しようと思いますっていうのと、なんでそうなのかっていう話で、ハンドドリップに戻そうかと思ったんですよ。やっぱり美味しいコーヒー飲みたいじゃないですか。でも、実は、今週すごい大きな違いがあって、朝7時までの間に、その瞑想のノートを書いて、まあ、大体いつも朝コーヒーを入れて、で瞑想のノートを書いて、それからメルマガを書いて7時だったんですけど、最近瞑想のノートをやって、ちょっと他の仕事を一仕事して、で、ブログを先に書いて、それからメルマガを書いてるんですよ。で、いつもだったら9時までかけていた仕事。で、7時から8時は1回休憩なんですけど、8時から9時までかけてやっていた仕事っていうのを7時までに終わらせることができるようになっていて、それはちょっといろんなやり方を変えた部分ももちろんあるんですけど、あとギアを入れ替えたっていうか気持ちを入れ替えた部分もあるし、結構外出が多かったんで、やらなきゃっていう、そういうのもあったんですけど、はぁと思って、そうなんだけど、そもそもスタートの時間が早くなってると思って、起きてる時間は変わんないんですよ。だいたいまあ4時半から5時の間に起きてるんで、そうじゃなくて、コーヒーを入れる時間が短くなってるっていうのと、コーヒーを入れてる時ももう仕事が始まってるっていうことに気がついて、そんな効果があるんだったら、ちょっと味が気に入らないぐらいでもコーヒーメーカーで入れ続けた方がいいと思ったんですよ。だそれだったら、しっくりくる味をコーヒーメーカーで入れられたら一番いいよねと思って、そういうことをやろうっていうふうになりました。で、一つ分かったことは、つまり今自分一人しか飲まないから一杯しか入れないわけですよ。一杯しか入れないんだけど、コーヒーメーカーってこれとか時間の調整とかするのできないから、お湯が勝手にどんどん出ちゃって、あっという間にコーヒーが入るんですよ。だそうすると、少ない豆の粉で、少ない時間で入れちゃうから、すごい薄く出ちゃうんですよね。だから、豆の量を増やす。そうすると、でも苦くなるんですよ。あと、無駄が増えるじゃないですか。っていうのと、時間は調整できないから、結局、蒸らす時間がないんですよ。だから、水の量もそれなりに必要だっていう、ことも分かって、水が増えれば、蒸らす時間っていうか、入れ終わるまでの時間が長くなるから、結果として豆を蒸らす時間っていうのも増えるじゃないですか。だから、蒸らす時間も増えなきゃいけないし、豆がこう均等にないと、結局味もばらついちゃうから、水がそれなりにも結局、時間も必要、水もそれなりに必要、豆もそれなりに必要っていうことで、一杯だけ入れるのは難しいんだけど、つまり、2杯分入れて、2杯飲めばいいじゃないかっていうことで、それならだいぶ味が安定するってことが分かったんで、今日これから2杯分入れていこうっていうことを紹介したいと思います。で、これがこの、まず、この容器で水を入れるんですけど、これにマグカップっていう線があるんで、このマグカップ給水の2杯分やっぱりぴったり入れた方がいいですね。まずそのぐらい水が必要ですということで、まずこれにいつも水を入れてきて、こいつをここに入れます。それで、はい、そうですね。マグカップ2杯分まで水が来ました。まあ、ちょっと少なめぐらいで、まあ、そこの辺は味の好みによって。で今ちょっとお気に入りはこの、あれうまいっか。もう、新年ブレンドもったいないからちょっと飲みかけの余ってるものも。
で、私は豆を毎朝自分で引いてるんですけど、こういうカルディのこういうスプーンに豆を入れるって見えるかな。ちょっと待ってください。で、ちょっと今日豆の量っていうのも何回か調整してみたんですけど、私の結論、そんなにたくさんやらないから、なみなみ入れたりとかいろいろやってるんですけど、ちょっと私が、の味を再現するには、まず、軽めに、この、すり切り一杯ぐらいの、このぐらいの軽めの量でなんか十分だなって、これで2杯、を入れるっていうふうにしてます。こいつで1杯、あ、これがミルですね。ミルで1杯。で、このミルに入れられるのも豆、これの、そのコーヒースプーン2杯分しか豆は入れられないんで、それで今、苦くて飲めなかったモーニングブレンドとスペシャルブレンドを半々でハーフにして引いてます。邪道な入れ方でやってますけど、オリジナルブレンドですね。で、こんな感じで、またすり切り1杯ですね。ちょっと少なめぐらいで。これを2杯入れてます。で、そうするとこのぐらいもう並々になっちゃうんで、このもうコーヒーみたいにね。よし。で、これを入れたら、豆を引きます。豆を引く前に、紙をセットしようということで、まあ、こういうふうに、こういうコーヒーメーカーのね、こうなって、で、こうなってます。こういう感じになって、で、ここをこう、パカッと取ると。で、ここに、豆、これプラスチックのね、このドリッパーで豆をセットします。豆っていうか、紙をセット。で、紙も、なんかいろいろやってみた結果、もともとそのカリタじゃねえや、これ。あ、メリタの、こういう小さいやつを、使ってたんですけど、一杯だけ入れるから。ハンドトリップの時はこれを使ってるんですけど、ちょっとやっぱ、豆がこぼれちゃったりするから、部屋が散らかると。書斎で入れるのに。だからこのドリッパーの紙も、大きい方がいいなと思って、ファミマで買ってきた今これを使ってます。これ薄めですね。だから、苦味が結構強く出ちゃうから、なんか本当はもうちょっと分厚い紙がいいんですけど、とりあえず今日これなんで、これでやっていて、メリタのやつで、あ、そうそう、このね、下を折った方がいいんですよ。折った方がちゃんと味がね、均一になって、縁を折って、こっちの下を折って、で、これでセットするんですよ。そんなのね、やったことがなかったっていうか、いや、今や、絶対やってるんですけど、教えてもらうまで知らなかったんですけど、こうやってやるだけですごい安定すると。で、こうやって引いてもらう。すごいのんびりした放送になっちゃうね。まあ、いつもね、20分コーヒー入れてたから、それがなんか、多分5分ぐらいで入れられてんのかもしれないな。でも今これもう喋ってる段階で8分だから、実際は10分ぐらいやってんだろうな。測ったことないんだね。あれだけど。部屋、書斎でコーヒー入れると、書斎がコーヒーの匂いでいい匂いっていう良さはありますね。自分のあの体臭で部屋が臭いみたいなのを解決するんで、意外といいかもしれない。あ、見てたみたい。さっさっさーとこの中に入れます。入れると、ね、こんな感じ。はい。こんな感じですね。そんで、こういう風に中にすごい残っちゃうんで、これをハケで出していくんですけど、この時に、このお盆がないと、部屋がコーヒー粉だらけになっちゃうんで、このお盆も大事で、今日ウィッシュリストでお盆買いに行こうかなと思ってたんで、横浜の今日スタジオ行ったら、これでちょっとお盆探そうかなと思ってたんだよな。でも、お盆よりたまたまな、みたいな。昨日、これでシャッ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 ってやっていくと。まあ結構飛び散るんですよ。なんか掃除機かけないとダメ、部屋のね。で、こっちがまたもっと飛び散るわけですよ。
よし、これで OK。 ここで舐めよう。先にしまいましたよ、まずは。片付けながらやるっていうことが大事で、そのためにこのボックスがあって、やっぱちゃんとなんかこうしまいながらやんないとなんか結構とちらかっちゃうから、ちょっと舐めて下向こうちゃった。これ今日もなんかオスモポケットプロで撮ってますけど、これデスクトップでこうやって撮れるから広角で、なんかちょっと変に歪むけど、まあそんなのはご愛嬌ってことで、これはすごいですわ、楽で。三脚セットしなくていいし、これでもうすごいデスクトップ撮影が楽になって、これ買ってよかったなと思って。10万円もしたけど、もっとしたのかな、10万円ぐらいでしたね。でこれでこいつを、これをトントントンとして、これを平らにします。こんな感じでちょっと平らにすることが実はすごい大事で、お湯が均等に当たるようにしないといけないんですよ。でちょっとセットしましょう。で部屋でコーヒーを入れるのにすごい大事なポイントがこちらのウェットティッシュでございます。この雑巾でも何でもいいんですけど、書斎に濡れたタオルとか雑巾あんまないじゃないですか。だから、このウェットティッシュを、これはアルコールじゃないやつですけど、買って、でこれを、常備しておくことで、こうやってちょっとこぼれた時とかにこれでさっと拭けるから、もうなんかこれだけですっごいストレスが、なくなるっていうか、なんかいちいち向こうの部屋まで雑巾取りに行ったりしなくていいから。そうそう。でそもそもなんで部屋でコーヒー入れるのかっていうと、キッチンの隣で子供が寝るようになったから、ガタガタうるさくて起こしちゃかわいそうだなと思ってっていう、いうことにつながってるから、キッチンとあんまり行ったり来たりしなくても快適にコーヒーが入れられるために、このウェットティッシュを買って、これですごく便利ですっていう話です。これはこれで翔太にあげようと思ってたので、ね、こうしたらこれに押しまして、でこうセットセットします。よし。じゃあ、いきますね。ここでお湯のスイッチを入れましたんで、これでどんどんコーヒーが入っていくと思います。あ、そうだ。スイッチ入れてからさ、ウェットティッシュの話すればよかったよね。でこのファリオのガラスのコップ、ガラスのマグカップで飲んでるんですよ。ガラスの方が味がはっきり出るから、なんだろうね、雑味が多く感じる、苦味が薄く感じるような気がします。陶器のマグカップの方が苦味が濃く出るような気がする。だからそれ好みによってグラスもマグカップをね変えて飲むとね、おすすめですよ。私はすごいこのガラスで飲むのに慣れちゃってるから、口当たりとか含めてね、陶器の方がなんか雑味を吸い取ってくれて、よりすっきりしたかつ苦味を感じる味わいになるような気がします。とか言って逆だったりしてね、やっぱ、私はそう感じるっていう話なんで、私がどんな味を飲んでるのかっていうのはこれでやってみたら、でこれ入ってよし。ほんでこれ注ぐんですけど、この時に気をつけないといけないのが、このここに持つところがあって、ここを持たないと上がパカッと取れちゃうんで、これを持つと、このまま注ぐことができます。これになみなみついて、でそれでまああとちょっとこのぐらい残るんですよ。で今朝はグラス2杯に入れてたんですけど、まあこのこれにこうなみなみついちゃってもね、まあこんな感じでもいいんじゃないですか。でこれを取りにして、はい、こんな感じで、うんうん、いや十分美味しかった。
はい、これでこの、象印のね ECTD40 で、安定した味でコーヒーがねようやく飲めるようになりました。ちょっと今日豆が多かったかも、ちょっと苦めに出ちゃったけど、まあこれでねこんな風に毎朝コーヒーを楽しんでるんでございます。皆さんもねコーヒーメーカーはコーヒーメーカーで、いやハンドトリップ一番おすすめですけど、あのコーヒーメーカーはコーヒーメーカーで便利だなと思って、侮れません。はい、ぜひね、検討してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、今日もありがとうございました。また明日 YouTube でお会いしましょう。